ビジョンの前であなたたちに向かって原発をやめろと毎日でも言ってやる。でそれができない場所でちまちまやっているあなたたちね。それでも今日は3周年です。盛大にやらなきゃ意味がないから表側に人がいる。であなたたちはしめしめ離れた場所で盛大にやっているけどこれで静かだぞ。そんな風にね、あなたたち話すとほじりながら坊主について仕事されちゃ困るから、別動隊としてね、この名前聞いたことあるでしょう。火炎瓶鉄です。どうも私、はい、火炎瓶鉄、皆様の求めを受けてやってまいりました。今日はみっちりとですね、人が集まろうが集まらなかろうが、そのうち制服向上委員会というね、あの48人の可愛いんだか可愛くないんだか分かんない歌手でも役者でもない女の子たちよりも可愛い女の子たちが歌うんですよ、ね、皆さんはそれを気に入って言っていただいて結構、ここは私一人でもやりますよ、ね、ですから今日はみっちりとお説教させていただこう。はい、でもそうは言っても何か制服向上委員会という可愛い女の子の歌よりも私の語り声の方が好きな変わった方々がお集まりいただいていますので、順繰りに話していただこうと思います。どなたかお話をされる方おられますでしょうか。あ、ハンチングマンがちょうどお見えです。脱原発を願う者は多くの場合ハンチングをかぶっています。目の前の男もハンチングをかぶってカメラを構えています。あ、はい、よろしくお願いいたします。あ、ハンチングのこの膨らんだ部分に脱原発の思いが積もっていて、そしてこの妻の部分から放出されるわけです。よく聞きなさい。はい、よろしくお願いいたします。霞ヶ崎、経産省、別館周辺、ご通行中の皆様、大きい音で失礼いたします。今日、2014年9月の11日、あの東日本大震災が起きた2011年3月の11日から3年と半年になります。今日は全国各地で、追悼の集会やまだあの遺体が見つかってない方がいらっしゃるということで、捜索も、警察による捜索も行われていたようですが、今日私たちはこちらの、経済産業省の別館に入っている、資源エネルギー庁さんに、原子力政策の見直しを求めて、こちらで、マイクを握ってアピールをさせていただいております。資源エネルギー庁の皆さん、今日は東日本大震災から3年とちょうど半年になります。皆さんは今何をお考えになってますか。昨日原子力規制委員会で九州電力の仙台原発の適合審査、審査所に正式に合格という判断が出されました。ふざけるな！国民からは行政手続きの一環であるパブリックコメントを通じて、1万7000件という非常に多い意見が寄せられたにもかかわらず全く無視されて、どんなのか捨てたんじゃねえだろうな。現在原発は一気も動いておりませんが、ほぼ再稼働の、再稼働に向けての、準備が、整ったと言われております。皆さん
しめしめと思ってまさか宿題とは挙げてないでしょうね。そうなんだ、寿司なんて食えるんだ。皆さんご存知だと思いますが、福島第一原発の事故の収束は未だ目処が立っておりません。そうだ、子どもたちからは多くの甲状腺がんが見つかっております。このような事態に関してあなた方は責任を感じないんでしょうか。そもそも原発原子力発電所は、それでですね、昨日の鉄鋼審査を受けて安倍政権の官房長官である菅さんが記者会見でおっしゃっていたんですが、すいません、菅さんですね、菅官房長官が、新しく作られたエネルギー基本計画に従って、粛々と進めてまいりますということをおっしゃっていましたが、そもそも今の新エネルギー基本計画の前に作られた民主党政権時代の、エネルギー基本計画、国民に対して公聴会を開き、その上で討論型世論調査ということも行った上で決められた脱原発を謳ったエネルギー基本計画はどこに行ってしまったんでしょうか。いまだに世論調査では国民の過半数以上が原発の再稼働に反対しております。今の新エネルギー基本計画の際に行われたパブリックコメントでは9割以上が原発再稼働という再稼働反対という意見だったそうじゃないですか。国民の大多数は原発の再稼働に反対なんです。あなた方、資源エネルギー庁さんは、我が国のエネルギー政策を立案しております。福島第一原発事故が起こる前は、OECD の経済的なメリットを最大化させる機関である IEA が作ったワールドエナジーアウトルックというレポートをもとに、2年に1回刊行されるレポートですが、それをもとに我が国のエネルギー政策が作られていたわけです。本来的にはエネルギー政策は国の安全保障に関することですから、各国の事情に応じてエネルギー政策が決められるべきですが、311以前はどこの国も原発を推進し、日本に54基原発ができたのも我が国の特性を鑑みずに、経済優先で原子力発電という危険なものを作った結果に他ならないんではないでしょうか。先ほどちょっと言いかけましたが、福島では未だ原発事故に収束の目処が立っておりません。子どもたちからは大量の甲状腺がんが見つかっております。あなた方、こういう状況に自分たちに責任があるとは思わないんですか。あなた方官僚も一国民であります。主権者ではありますが、それは我々と平等です。あなた方は決して私たちの上に立つ当事者ではありません。第二次世界大戦の時、あなた方の前身である軍務省は資源確保のために
調査や軍隊と一緒になって、その結果多くの方が犠牲になりました。その頃と全く体質が変わってないんじゃないでしょうか。もうあなた方一人一人が考えて行動すること、私はそれが全てだと思っております。権力者の間違った考えに従うのは官僚の仕事ではありません。国民のために仕事をする、国民のために奉仕をするのがあなた方官僚のお仕事です。国民の多くが望んでない原発、原発から撤退をするように、舵を切るように力を注ぐようにお願いします。それでは皆様のやはり準備運動が必要だと思いますので、準備運動しますか。それではスプレーカー経産省は恥を知る、救助させろ。
思うんですけどね。とりあえずあなたはやめてください。
ちり紙交換のために歌いたくなんですよ。はい、それでは次に喋られる方、どなたかおられますでしょうか。はい、では神経三大臣に思いを込めて、小渕さんに申し上げたい。私もちょっと信用するというか期待を込めました。これはまあ女性というようなことではなく、もしかしたら前よりはちょっとはいいかもというぐらいの期待をしました。そして一番先にあなたが発した言葉に期待を込めました。それは自分には子供もあり、原発については考えることもありますとおっしゃられた。私はそれにこれはもしかしたら行くかもなというふうに思いましたよ。しかしわずか2日後にはあなたは何ということをおっしゃられたでしょうか。これは完璧に腹話術、安倍が言ったことをリピートしただけではありませんか。これがあなたが一番最初に発した多分本音だと思いますが、子供さんがいる、未来がある、それについては原発は考えなければいけないと思ったあの初心は一体どうしちゃったのですか。わずか2日で消えちゃうような初心なんていうものは何もあったとはとても信じられない。どういうことなのだ。女性女性と持ち上げられる私は一応女性ですが、もうすでに当の昔に女性の位置から放り出されちゃっておりますが、まあ残念ながらあなたを女性のエリートの将来日本を支えるであろうというような存在としてはとても考えられない。はっきり言って一刻も早くこの場から立ち去ってもらいたい。私たちは長いこと原発はやめてもらいたいということを言い続けてきました。それはあなたが一番最初に言ったように未来に対する原発はとても問題が大きいということです。あなたはそこの一番重要なところは本当はちょこっと触れたんです。ちょっともしかしたら神様の後ろ髪に引かれた、その部分はちょっと握った。しかしわずか2日でそれを手放した。手放しただけならまだしもそれの全く真逆なところに発言を
くるということとは違うはずです。経済ということは国民が豊かに暮らし平和になっていかなければ成り立つものではありません。経済産業省の役人方がいかに立派な政策を立ててもそれが国民にとって不幸なものであればそんなものは何も価値がありません。そういうことは戦前からあなた方は学んだはずです。今いろいろなところで日本の戦前と現在が相似形になりつつあるということが批判になりましてなっております。それはあなた方は勉強してきているはずです。私たちはぜひあなた方に期待をかけるのはつまりよく神の考えの方を見ていただきたいということです。あなた方はただ役人の、上昇志向だけで政治家の鼻息を伺いそのためにまあ逆に言えばあなた方が裏で操ってるのかもしれないとこちらは勘ぐりますがとても私たちは今の日本の官僚組織が腐っているとしか思えない。これは危ないですよ。日本は滅亡の危機に立たされているかもしれない。そういうことをあなた方は日常的に考えておられるのかとても私たちには思えない。で、小渕、あなたはそこの福間殿にやってきたのです。あなた方は小渕さん、あなたはもし本当に誠実な心があるのであればたった一人でもこの福間殿と戦っていただきたい。それこそが女性の戦う場です。女性が戦えるのはこのような腐った経済産業省の男の論理で成り立っているところです。あなたが戦うとしたら安倍の言いなりになって官僚の言いなりになるのではなく女性であるという最も純真な部分でこの福間殿の男の論理と戦っていただきたい。それが女性であるとしてあなたが任命されたとしたらば最もあなたに期待がかけられる国民の視線です。皆さんも今世界が日本の女性閣僚がどういうものかということを注視しています。昨日のフィナンシャルタイムズにも大々的に取り上げてありました。そこには各女性閣僚の経歴まで書かれておりました。そして最も問題にされたのはやはりネオナチの政権だということがフィナンシャルタイムズには書かれちゃいました。あなた方恥ずかしいですよ。世界で最もナチスと似ていると言われてあなた方は経済的にやりた成り立っていくと思いますか。ただ私たちが期待することは中には心を明らかにきちんと考えのある方もおられることを期待しております。ここで 何度もあなた方に訴えるのはそういう政治家方にぜひぜひ私たちがここで訴えることを届けたいと思います。
これは全員が全員悪だと言ってるわけではない。あなた方の中にも絶対問題はある。このままではいけないということを考えておられる人はいると思うことからです。だからここで訴えているのです。私たちは何度でも参ります。それは絶対に私たちのここ考えていることに同意していただきたいからです。あなた方はうるさいとか仕事ができないとかというふうにおっしゃられますが、そうではない。外でこれだけ頑張って人が訴えているのであれば、そこには何らかの根拠があるだろうということをよくよくお考えいただきたいからなのです。そうだ。とても私たちは辛い状況で戦っています。ここに来てあなた方に訴えなければならないことがあまりにも多いからです。そうだ。これは一つ一つが日本国家を危うきに導くからです。だからして絶え間なく私たちは来ざるを得ない。そうだ。そういう状況にあなた方がしているということをもっと自覚を持ちなさい。そうだ。最後に一つ、先ほど恥を知れというコールがありました。そこで私はつい思い浮かびました。日本国家が敗れた戦争後、日本という国は一体どういう国なのかということがアメリカの政府でも検討されました。その時に一番参考にされた資料がルース・ベネディクトという方の「聞くと刀」という本です。それはベネディクトは実は日本に来て検討したわけではないのですが、日本社会に最も強い精神的な支柱を与えていることは、まあ、刀は分かりますね、武力と、いかもう一つ精神的には恥という意識があるということをベネディクトはきちっと把握していたのです。つまり戦争中の良きにあれ悪しきにあれ恥の意識があったのです。その恥の意識を今現在は全くない。特に官僚の皆さんの中には恥の意識がない。私たちは日本国家を危うきにするようなことは恥だと思うからこそここに来て訴えています。ぜひあなた方もベネディクトが言った恥ということがどういうことかよく考えていただきたい。最後に恥を知れ。今日お集まりいただいた趣旨というのは当然脱原発を求めるということですが、先ほどの 私のシブレコールの内容で TPP 推進恥を知れというのが出てきました。関係ねえじゃんと思われる方おられると思いますが、小渕優子、最近あの安倍晋三がやったのと同じ汚染水アンダーコントロール発言をしたじゃないですか。あれがいかに信用できないものかということは、大内優子に関してそれを語るに TPP の問題は避けて取れないんです。で、参考のために今日お集まりいただいた方々の中で、あの別にそうだからといって怒らないですから正直になりましょう。今日お集まりいただいた方々の中でTPP 賛成の方おられますでしょうか。当然おられないですね。で、小渕優子さん、私はですね TPP 反対の運動にも参加してるもんなんですよ。この意味が分かりますか。私は TPP 反対運動に関しては自民党の方とも握手しましたよ。
農協の方にもうさくさがられながら農協の方々を前にスピーチもしましたよ。ね、私の言ってる意味わかりますか、小渕優子さん。あなた TPP 反対派だったでしょうが。あなた TPP 反対の集会に出て登壇して農協の方々と握手しながら、あの小渕優子スマイルでなかなかよくできた作り笑顔だと思いますよ。あれはお金払ってもいい。でもね、いやなかなかあの努力と根性がなくてはあの笑顔はできないと思いますよ。その努力は買う。モデル並みの努力はいったと思いますよ。まああなたがファッション雑誌に出ることには私は断固反対しますけど、まあそれは横道にそれた話ですけど、あなた TPP の集会で登壇して、反 TPP の集会で登壇して農協の方々と握手して、皆さん TPP 短歌阻止に向けて頑張りましょうって笑顔でスピーチしてたでしょうが、ね、少なくとも TPP 反対派の方だったら経産大臣にならないかって言われた時点でその話を蹴ってなかったらおかしいでしょうが、で、あなたは、ね、経産省 TPP 大推進のもとである経産省の中に入って変えていくとかいう話なら分かりますけど、そうじゃない、ね、いきなりTPP 推進になってしまいました、あなたは。そんなベロが何杯もあるような人間の福島第一原子力発電所の状況はコントロールされている発言、どうですか皆さん。ご通行中の皆さんも、あとあのビルの中のセブンイレブンの方も聞いてください。どうですか、推進と反対って逆さまの言葉でしょ。そんな自由自在に態度が逆立ちしちゃうような人間信用できますか。そんな人間があの大事故である福島第一原子力発電所大丈夫って言ったら大丈夫じゃないってことでしょうか。だから今の方も最後に締めくくりに恥を知ると言いました。あなたにこそふさわしい恥を知りなさい。はい、それでは引き続き、小渕新経産大臣にご挨拶をどうぞ。どうも、まずは通行人の方々、それから霞ヶ関のね人たち、霞ヶ関、千代田線霞ヶ関駅ね、そこを利用して松戸とかそっち方面に帰る人とかいると思うんですけれども、松戸市が今年の10月1日からホールボディカウンターの、助成金を5000円支給することになりましたね。18歳以下の方に、ホールボディカウンター1回につき5000円の助成金が出るそうです。でですね、で、まあ、そこにある民間会社があるんです、まあ、ほとんど会社か、まあ、よくわかんないですけど、ケアコールセンター松戸、これが5000円でホールボディカウンターを受けられるんですよ。だからそれで実質無料になるみたいです。でそこは今大人の方も8000円から5000円値引きして、まあ、5000円で受けられるとなってます。でなんでそのホールボディカウンター、ホールボディカウンターっていうのはですね、体の中に入った放射性物質を調べる、測る機械ですね。ね、そういうことですね。で、なぜそんなことをしなくちゃいけないのか。それは松戸が福島第一原発事故による放射性物質の汚染が高いということなんですよね。で、そういうのを認めたということですね。で、そう、先日も9月の初めの方に、松戸南、松戸紅葉
流山南、その3つの高校でグラウンドでから基準値を超える放射性物質、放射性物質が汚染されているということで立ち入り禁止になりました。だからそうで立ち入り禁止になる。なんでそう、放射性物質が危ないから、放射性物質で被爆するのが危ないからなんですよね。そう、被爆、そうなんですよ。だから放射能で被爆するのって危ないんですよ。だからそうやってホールボディカウンターをやったり立ち入り禁止になったりするわけですね、皆さん。そうそうそう。で、ね、ですね、これ、まあ、デング熱、今流行ってますけれども、デング熱で今、重症になることってそんなないみたいですね。で、そんなに、今も、熱出る人いますけど、重症化した人いません。で、放射性、福島第一原発事故の後、おそらく放射性物質による影響で、甲状腺がんや、白血病、心筋梗塞、これ増えてます。そう、被爆っていうのは危ないんですよ、皆さん。危ないんです。ね、松戸あたり結構もうホットスポットあります。福島第一原発事故の時に流れてきたものや、そう、運ばれてきたものとかあるみたいです。なんですね、皆さん、澄ました顔で言ってますけれども、この国、このすぐ近くではもう、というか、もう雷心をかかれば、結構放射線量が高いところがあるそうですね。外科カウンターを持っている方や、外科カウンターを買って、かかってみてください。特に外務省が高いらしいんで、ぜひかかってみてください。危ないんです。そう。ね、で、その、そう、危ない、原発ですよ。原発ね、病人になるかもしれない。ね、みんなこう無関心ですけれども、それを今再稼働なんかしようとしてます。鹿児島の方の原発なんですけども、仙台原発という火山の近くで、ね、今までこのね、福島第一原発は津波、地震とも言われてます。地震の時に壊れてたとも言われてます。そういう事故が起きると危ないものを、事故が起きそうな場所でこう再稼働してるという、ね、おかしいですよね。で、その原子力規制委員会というところが、その再稼働審査、申請書を受けて正式に認めたんですよね。で、言ってるのがおかしいのが、その規制委員長がそれは安全を認めるものではないとでしたっけ、なんか、何を規制してるんだって話なんですけども、意味が全然わかんないです。で、そんな原発が再稼働されようとしてます。で、そしてね、ここの、最近だった経産省小渕優子さん、優子凛ね、懐かしい優子凛がね、この間、去年もここの、この国のイカレ頭のイカレた総理大臣がオリンピックを食べた呼ぶためだけに汚染水が、福島第一原発の汚染水がコントロールされてるとかね、そんなとんでもない嘘をついてやりましたけど、その後、その汚染水を止めるためにやった凍土壁、それも全部失敗で、なんだっけ、そう、アルプス、放射能、アルプス、そうそう、アルプスという放射性物質の除去装置もぶっ壊れて、使い物になりません。で、汚染水はタンクに溜まる一方、何をもってコントロールなのか、これはもう小学生でも分かります。コントロールなんか聞いてないじゃないかって分かるのに、このユーコリンは何なんですかね。もう同じように汚染水がコントロールされてるってね。コリン星に帰れ。ね、もう本当コリン星に帰るというかね、本当
あの人はあれですよね、あのただ若いと、まあ、かわいいと、親の悲しみだけでだった人じゃないですか。本当何にも空っぽなんですけども、ああ、なんかまとまんなくなってしまいましたけどもね。とにかく、コール、そうですね。でもね、そんな人にね、俺たち税金払ってるの嫌ですよ、もう。あ、というか、ここに払ってるの嫌なんだけど、もう本当ね、税金返せ。俺たちのために、そう、パブリックコメントを書いて、ほとんどは反対だったはずですよ。いや、反対だから書くんですよね。1万7000いくつだったっけ、読めよ、ちゃんと読め、民意を、ちゃんと民意を聞け、本当やば、再稼働なんて、言語道断です。やめてください。ありがとうございます。どうでしたか、ウルトラマンに髪型が似た人からのお説教は聞こえたか。小渕優子、このウルトラマン似の方、あなたよりも遠ばかり年上だ。ちゃんと先輩の言うことを聞きなさい。ユーコリンという懐かしい言葉が出てまいりました。あの方は今どうしているんでしょうか。というように、小渕優子さん、あのユーコリンのように今からあの人は今どうしているんだろうかという存在になってしまいなさい。もうあなたがもう就任早々開いた口で言った言葉に我々は先日を覚えている。だからこれ以上あなたに喋ってほしくもないし、何かをしてほしいとも思わない。そしてもう一つ、簡単な話をもう一つ、火山の近くにある原子力発電所は危ない、子供でも分かる、やめていただきたい。それでですね、一つあちらの経産省前脱原発センターの方からクレームをいただきました。先ほど私が失礼ですが少しばかりくたびれてらっしゃる方のと言ったら、わざわざですね一人連れてきていただきました。若者だって止まってんだよ。で、その止まってらっしゃる若者の方からアピールよろしくお願いいたします。若者のお尻は疲れない。ただいまご紹介いただきました、経産省前テント広場で、週に1回だけなんですけど、バリバリやっています、佐野と言います。今年で、28になるので、若い踊りたい。あ、先ほどフレームじゃないんですけど、僕のような存在もいるって方も、忘れないといけないなと。で、僕は泊まりに入った理由が、やっぱり原子力発電所の事故があって、1年以上後なんですけど、金曜のデモとか行ったりして、で、テントの存在自体は知ってたんですが、泊まるってことまでは考えてなかったんですが、テント、今裁判にかけられています。お分かりのように経産省のすぐ近くに、テントが立っているので、経産省は自分たちの、敷地のところに、勝手にテントを建てた、そういうことで、それは違法であるということで裁判しています。何がだ。で僕はそれを聞いて、明らかにおかしいと思ってですね。おかしい。それで泊まりっていうことも、決めたんですが、何がおかしいかっていうと、やっぱり憲法は、人権っていうのが最も大切だと考えていて、学校でも、最も大切なのは人の命であると。で、そのために、国家とかはいろんなことを整備しなきゃいけないんだと。
そういう信頼をしてはいけないんだというふうに書いてあるんですね。でそれが今回の原発事故で、まあ、国策として進めてきた、経産省が、いろんな人の人権を奪って、命も、まあ、奪って、で今小さい子どもたちの命も蝕んで起きながら、それを抗議するそのテントに対してそれが違法であると、言ってことは明らかにおかしいと。なのでテントからしたら、裁判でも言ってるんですが、経産省、経済産業省自体が、憲法違反であると。やってることが憲法違反で、経済産業省自体が、違法なことをやってるんだと。それに抗議している私たちはむしろ、法律をどちらかというと守ってる方だと、まあ、人権のために戦うということは、当然のことだと、そういうふうに主張しております。で皆さんもそのように考えていただいて、まあ、テントに泊まってますといろんな人からの本当に支援というか、応援のことはいただいています。でそれにすごい励まされて、今回で3年目迎えることが、できたんだと思います。本当は、原発がなくなってテントもなくなるというのが一番いいんですが、まあ、未だ過去の問題をずっと放置して、いて、さらに悪化させている今の現状では、まあ、テントというのは絶対にあそこから、自分たちからは撤退しないということでやっているので、まあ、それで3年経ってしまったんですが、ここにいる皆さんも、まあ、いない方も、テントということをテントに、まあ、いろんなことを言っていただいたり支援していただいたりして本当に感謝しています。で先ほどの最初の第二哲さん の話もあるんですが、まあ、僕が、まあ、28ってことで、まあ、テントの中では若い方なんですけど、なかなか、泊まり場とか、少ないんですね、若い人が泊まってる中で、まあ、その60代、70代の人たちの話っていうのは非常に、まあ、勉強になっていうか励まされるっていうか、気づいていないことを気づかされたりして貴重な体験なんで、もしこの場で、泊まっていただける方がいたら、そういう形で、まあ、そういう形じゃなくてもいいんですが、そういう形で結構支えてくれる方がいたら本当に嬉しいなと。この3年を機に、4年目は、私も参加し、これは泊まり場になろうということで来ていただければ嬉しいと思います。ではちょっとあまり力強い発言じゃなかったですが、今日はありがとうございましたということと、今後も一緒に頑張っていきましょう。おまあ、最近の傾向として ありがとうございました。最近の傾向としてアピールを聞いていると、若者の方が紳士的で礼儀正しいという分かってしまいます。でも素晴らしいです。28歳、私の息子でもおかしくない年齢の人間が冗談です。そこまで年はいってませんけど、どんどん若い人もテントに泊まりに行きましょう。で、不詳私、火炎瓶です。テントと時を同じくするぐらいですね、もうテントと同じ期間ぐらいここに通っては、原発やめてくれと訴えてますけど、この3年間で中から出てきた経産省の職員とおぼしき人間が話しかけてきたことはたったの1回、たったの1回です。一人だけ資源エネ庁から出てきた背広の方が、君さっきから聞いてるけど失礼じゃない、僕たちはちゃんとやってるんだよ。いや、その方には敬意を要します。ちゃんとつかつかつかと私のところにまっすぐ来て、君さっきから聞いてるが失敬だろ、僕らはちゃんとやってるんだよ。君らはそんな大きな声ばかり出していて文句ばかり言っているけどね、僕たちの身にもなってみろ。
これが3年間ここで声を上げ続けて唯一のコミュニケーションです。どうですか、この図の高いこと。いただけませんね。そうですよ、ちゃんとやってらっしゃるんだったらねえ、文句を言いに来ませんよ。愛も変わらずだからこうしてきてるんじゃないですか。何度でも来ることになっちゃってるんですよ。何度でも来たいんじゃないの。何度でも来ることになっちゃってるんですよ。ねえ、めんどくさいことさせないでください。はい、それではまだまだ小渕優子さんに優子臨戦でしたか、あの星に帰っていただきたい方、どうぞ振るってマイクを握ってください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私たちは今日この辺に来ているのはですね、テント村3周年ということでちょっと、経産省の皆さん伺わせていただいています。我々もですね、いい加減やめたいんですよ。こんなことね、なんかこう寄生虫みたいにこんなことやってるのもちょっと嫌なんですよね。だけどやらざるを得ない。それはですね、なんでかというとですね、あんた方が原発やめてくんないからですね。原発やめてくんないからですよ。で、しかも再稼働して、しかも外国にバンバン打ち合うと何事でしょう一体。そんなことやってる間は我々は絶対テントはそのまま居座らせていただきます。そんでですね、あの場所を行政権と考えて逆に裁判にかけてみますね。こんなことは外国では認められません。なんかスラップ裁判とかそういう難しい言葉が出てますが、あなた方は訴える権利はありません。バカなことはやめていただきたい。そんでですね、いろいろ話があるでしょうから、私は一つだけ言わせてもらいます。ちょっとどうしてもこれ許せないなってのが一つありますんで、私は最近あんまり原発を発言はしてませんでしたが、これだけはちょっと許せないというのはですね、先月の8月、警察庁から、東電の幹部に、起訴相当というのが出ました。ここにいらっしゃる人も、知ってると思います。東電の3人の人が起訴相当されました。この起訴相当が2回続けば起訴しなければいけません。犯罪者もありられます。ですが、これは東電の元副社長が2人と元会長が1人です。皆さん知ってると思います。でですね、この起訴相当なんですね。なぜ相当なんでしょうか。なぜ訴えないんでしょうか。これはですね、まずなぜ訴えないかと、その前に言いますが、なぜこれが訴えられたんでしょうか。一応訴えられた、これはですね、想定外ということがありました。3.11 の事件、大事故が起こっている想定外というのがありました。ですが、これは調査を重ねていくに行くうちに想定外ではないということが、想定外ではないということが分かっているんです。事故前に彼ら東電もしくは経産省の皆さんも相談したはずです。津波が来るぞと、津波が来るぞというように予想してたということがバレました。何やってることを知ってたんですね。それは公園の人たちみんなが真剣に、一応真剣にと言ってますか、真剣に相談したようです。そして
経産省のあなた方、あんた方も知ってたということはバレています。だが何の手も打たなかった。なぜでしょうか。それは、はい、もし防潮堤とかやれば原発が危険だということはバレてしまうからです。だから何の手も打たなかった。その結果 3.11 の地震が来た。そして大事故を起こったんです。ほらちょっと死んでもいるね。死んでもいる。すいません。事故が起こるということは分かっていつつ何の手も打たなかった。そして起訴相当でした。なぜ相当なんでしょうか。それは東電の責任を追及してしまえばあんた方経産省が裁かれなければいけないからです。あんた方が常に裁かれなければいけないからです。経産省全てがです。そして日本の閣僚、歴代総理大臣がみんな裁かれなければいけないからです。だから貴様ら犯罪者、俺が今一番怒っているのはここです。皆さん頑張りましょう。あちらに責任を、もっと手札をつけるために頑張りましょう。あれ、次にスピーチさせてくれという方が消えてしまいました。業務連絡、あ、その方が来るまでの間、じゃあスプレー引っ込めるでも。スプレー引っ込む頑張れ頑張れ、テント広場
建物丸ごと五輪制にお帰りください。ついでに連れてっちまえ、落ちゆこ。それではよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、僕は毎月1回クレーダーメンに対してと、あと日立本社に対して抗議と要請行動をやっている、全国の人といいます。で、3つの範囲で今一番腹が立っているというか、何のためにやっているかということでちょっと訴えたいと思いますけども、この6月に経団連に新しい会長が来ましたよね。高齢者が高木ママ会長になったんですけども、なんとかなった時に、まあ、何をしたかといえば、まず安倍は企業に対する税金を安くしたと。その見返りに企業の税金を再開したということで、要するに企業の税金を安くしてもらったのに、自民党に税金を再開したという、まあ言ってみれば、政策を金で立てるということですよね。それで、企業の儲け何人の政策を取らせるということをやっています。で、あと二つ目に、一番大きいのはやっぱり、富山市は人口がすごい受け入れるに入ってるんですけども、この投資の3分の1が大きな電力、要するに電力会社に投資されていると。3分の1で、その主なものは大きな原発 の、のために使われているということで、いまだにその投資によって彼らは銀行に資産を求めていると。それでこういった原発事故があっても、本当は、普通の会社であればこういう欠陥商品は全て解体して、破産処理とかね、その全てなくしてしまうんだけども、彼はそれをさせないで運用して、それでそのまま再稼働して、その投資をもうゼロにしないで、このまま儲けを持ようということで、そのやってるということで、そしてそのアプローチをしているのは、その経団市長、要するに、命よりも必ずのために、経団連、それに企業を一体となって、いまだにその儲けのために、命を大事にしてやっていると。それで、安倍も含めて、海外にも、今、独占して、企業を引き入れて、原発を売りまくっていますということで、そういうことをやめさせるために、毎月、亡くなるまで、私たちは抗議の行動を野党をしていますので、ぜひ皆さんも、第2水曜日大手町の会談で、毎日あと豆の市の日立お店前でこういうことをやっておりますので、ぜひ参加してもらいたいと思います。以上です。頑張りましょう。ありがとうございました。今スピーチされた方、何を隠そう、こちらの凱旋車の運転手さんです。盛大な拍手を。凱旋車いいですね。欲しい。誰か買ってください。何を書くと、私は小渕優子経産大臣、小渕優子新経産大臣、嫌みったらしく真に括弧をつけてみました。小渕優子新経産大臣、あなたも自民党の人間なら知っているでしょう。ねえ、特定機密保護法のあの騒ぎの時に
やたらと表で反対運動をしている人、プロ市民だプロ市民だ、例えばプロ市民だ、ね、ネット上で JNS 自民党ネットサポーターズクラブのやつが私について書いていると見てしまいました。私の日当はいるだけで1万5000円、マイクを握ると3万円だそうです。皆さん、そんなにもらってたら私は外線車買いますよ。小渕優子さん、まさかそんなこと信じてんじゃないでしょうね。みんなで、ね、手弁当で来てるんですよ。手弁当で来て文句を言いたいくらい、あんたたちのやってることは何でもないんだ。思い知りなさい。あなたたちが呼び寄せてるんだ、この人たちは。私もそうだ。あんたたち呼ばれてるんだ。もう呼び寄せないでください。はい、それでは、お皆さん、あと15分ほどで多いですが、大井の前に寸前まで皆さん後悔のないようにどんどん喋っていきましょう。どんどんご意見ぶつけていこうじゃないですか。お役人様、気取りのお役人様じゃない、お役人ともに思いっきり思いっきり思いの丈をぶつけやろうじゃないですか。どうですか皆さん、こんばんは。ここでお話するのは初めてですね。昨日私ね、原子力規制委員会の傍聴に行ってきました。で、原子力規制委員会ね、行きました。資料がこんな、こんな、こんな資料、こんな資料ね、漢字読めないですよ。それでね、裏が真っ白がいいんですけど、両面印刷してありますからね、ゴミにも、あのメモ用紙も使えない。で、非常に困るんですね。で、私感じたんですが、まずね、発表なんですが、1万7000通は言ったんですが、中身について何も報告しないんですよ。賛成がどのくらいだったのか、反対がどのくらいだったのかは一切発表なし。それでね、田中氏はですね、淡々とした様子ですね、記事を進めてきまして、まあ、問題なかろうという結論になるんですよ。で、本当はね、あの会場は、不正規発言、嫌ではね、禁じられてるんですが、まあ、会場、昨日はあのそうですね、いつもは10人、20人程度だったので、昨日は50人ぐらいにおいてね、会場騒然となりましたけども、その家賃もめげず、議事はね、無事終了しました。私思うんですけどね、小渕優子さんね、福島視察行きましたね、視察に行った時の格好が写真載ってましたよね、写真、あの防護服、あれね、作業員だってあんな格好してないですよ。作業員にもっとね、貧弱な格好してますよ。小渕優子さん、たったね1時間とか2時間の試合が行くんで、なんであの宇宙服みたいなすごい格好してくるんですか。これは心配だからそういう格好するんでしょ。しっかり子供がいて、子供の頃来ましたね。これが心配ないんだったら、あんたはコントロールだったら普通の専用員になると同じ格好してきなさいよ、ね。心配だから行くんで、ああいう格好して。私ね、昨日規制委員会行って、これはね、もう規制委員会はね、役に立たないと思いました。規制委員会はね、本当に根から臭い切ってます。許可委員会ですね、もう外在会議、あるいは原子力マニアが言いなりになってますよ。2年前の9月に、あのね、インチキ人事は撤回だって国会前で口論が起こりまして、本当にインチキ人事で、4人の委員、5人の委員がいるんですけどね、誰もね、見たこと言わない。田中委員長、言いなり、こんなね、規制委員会はね、交代させるしかないです。もうね、ダメ。ということで、私はね、昨日の規制委員会の傍聴して感じました。ですから皆さんね、あそこしか最後に実際ね、何もやってたじゃない。最後よりもやっぱりね、議員の感情でね、この抗議活動を続けるのが一番じゃないかと思いました。以上です。はい。それでですね、テント広場の方から、要請を受けまして、ヒューマンチェーンの諸注意、人間を包む鎖を作るにあたっての諸注意を読み上げさせていただきたいと思います。で、私がなんでそれを大きな声で言うかというと、資源エネ庁の皆さんも、どうもお疲れ様です。資源エネ庁の皆さんもたまにはどうですか。一緒に別に変わりませんか。
だからあなたたちが参加するにあたってもこの注意事項必要ですから、大きな声で読み上げますよ。ヒューマンチェーンの注意事項、その1、19時半頃から経産省本館前を起点に時計回りで誘導係が緑色の誘導棒を持って進んでいきます。参加なされる方は経産省職員であっても誘導係の案内で横に隣の人と間隔を保ちながら、経産省職員であっても緩やかに広がって進んでください。その2、路上の展示ブロックの上は経産省職員であっても必ず開けてください。展示ブロックのないところでもお体の不自由な方が通られる場合があるので注意してください。その3、地下鉄の入り口等はヒューマンチェーン注意以外は絶対に経産省職員であっても塞がないでください。それ以外も歩行者のために経産省職員であっても歩道の確保にご協力ください。俺経産省職員だから展示ブロックドンドンダメです。はい、その4、今回は2回ヒューマンチェーンを行います。1回目は19時40分、拍手、19時40分そして2回目は19時50分チェーンで包囲する時間は1分程度用意予定しております。できたらウェーブ等をやるのが好ましいかと思います。その後、大体人が均等に包囲したところで、本部からは隣の人の手をつないでくださいの案内をトラメガで行います。各エリアスタッフ、自転車隊は管制を速やかに確認することといたします。このような感じでよろしくお願いいたします。経産省職員諸君、たまには立場を忘れて我々と交流しませんか。手つながろうぜ。はい、それでは福島の女たち、あ、こんな呼び捨てでいいでしょうか。いいんです。福島の女性の方々たちから、アピールです。よろしくお願いいたします。私前からちょっとだけ知ってて、夏にお近づきのお話をさせていただいたんです。福島から来たものです。今日は天童911っていうことで、今来たんじゃなくて、朝からちょっと参議院の方で支援法の方でちょっと話をしてきました。勉強会をしてきました。それで私たち本当福島にいながら、なんでいつまでもこういうことやらないのかなって、本当は国がやるべきなことを、経産省の人も聞いてくださいね、国がやるべきなことを私たちがこう代弁しているっていうことなんですよね。そういうことを気づいてほしいです。私たちがなんでこういうことをやらなきゃなんないかっていうことは、あなたたちがそういうことをやってくれない、今の子どもたちを守ろうとしない、原発がああいうふうに爆発しても何の収束をしようともしない、そういうところで私たちがものを言えばまたうるさいとかヘイトスピーチだとか言い始まってるようですけども、そうせざるを得ないっていう状況を考えてください。私たちの身になってください。あなたたちも家庭があって、奥さんがいて、あ、奥さんじゃない、家庭があってお子さんがいると思います。そういう状況を把握すれば、本当に自分たちが置かれている仕事は何なんだろうということを考えると、あ、原発やはりいらないなということになると思います。原発さえなかったらということで、本当にいろいろ考えさせる日だということであると思います。それで今日はすいません、カインビンさんのちょっとマイクをお借りしてこんなこと言っちゃいましたけど、なんかしちゃいましたけど、それですいません、お言葉に甘えまして、福島の女たちが美女4人でテントのためにということで完璧が募ってるんです。それで本当小手に気持ちでいいですので、ぜひ少しだけでもよろしくお願いします。これからチェーン、ヒューマンチェーンですね、始めたいと思うので、その前に少しでもよろしくお願いします。失礼しました。ありがとうございます。そうですね、
国が率先してヒューマンチェーンやってもいいぐらいですよ。だって事故起こしたのは東電でしょ。ねえ、東電の責任を求める行動を国が当たっていいじゃないですか。だって監督責任があるんでしょうが、ありとあらゆる手を使って東電に責任取らせなさいよ。経産省職員か東電の周りでヒューマンチェーンやってるのを訴えなさいよ。責任取りなさい。監督省庁として恥ずかしいって言いなさいよ。情けない。経産省って書いた外線車に乗り付けなさいよ。はい、それでは次の方、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。なぜ私が緑色の旗とやんばるの森にヘリパッドはいらないよ、このプラカードを持っているか。これは沖縄県北部高江で米軍ヘリパッド建設に反対する住民の方々が今年7年目座り込みを続けていらっしゃいます。その高江の住民の方が裁判で訴えられました。通行妨害ということで法外な金額を請求されます、されています。その高江住民を訴えたいわゆるスラップ裁判、スラップ訴訟と言われるその被害者の一人が実は経産省前テント、経産省前テントもスラップ裁判の被害者なんです。この共通点から私は高江にゆかりのあるものではありませんが、スラップ裁判もスラップ訴訟も被害者ということで全体の気持ちを増やして、今高江をイメージする緑の旗とやんばるの森にヘリパッドはいらない、このプラカードを掲げて立っております。国や力のある企業が市民を自由な発言を奪おうとするこの裁判、許してはなりません。我々も表現の自由、言論の自由を押し殺そうとするスラップ裁判、どうか私たちいつその被害者になるかもしれない。実際ブログで書いたことによって、ある企業によって訴えられるというそういう事案が起こっております。どうかスラップ裁判、スラップ訴訟、スラップ訴訟、皆さん覚えてください。ありがとうございました。まあ沖縄といえば小渕優子さん、たびたびあなたの名前を出させていただくが、あなたはお母さんだそうですね。お子さんに、ママどうして沖縄には原発がないのって聞かれたら何て答えるんでしょうね。答えは簡単です。アメリカ当局が作るなって言ったからでしょうが、駐留してる米兵が事故の時に放射能汚染されないようにでしょうが、一番最初に核エネルギーを使用した、それも不名誉なことで使用したあの国アメリカ合衆国はちゃんと危ないって分かってるんじゃないですか。危ないから自国民が駐留してる場所には作るなって言うんです。
しいな、全然数少ないな、ありがとうございます、ありがとうございます、一生懸命書きます、ありがとうございます、どんどん前の方に前へ進んでください、後ろ続いてます、前へ進んでください、どんどん前の方に1800m になってます。すごいですね、パンダさん来てくれました。すぐ、制服工場委員会先頭に立ってくれました。救命チェーンやりましょう。3年間頑張ってきたから、今本当に原発ゼロですよね。みんなでヒューマンチェーンをやっていきましょう。すいません、原発がゼロです。だからこそ、アメリカのユーゼクというウラン濃縮原子を私たちはぶっ倒したんです。でこれはね、元を正せばユーゼクという会社は、私たちがこうやってここで頑張ってきたから、ユーゼクという会社を潰しましたが、これはもともと広島に原爆を落とした連中ですよ。どうぞ進んでください、後ろ下がってます。みんなで、潰したということですね。どうぞ進んでください。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、またぐるっと追いかけます。すいません、すぐ帰る雰囲気が。経産省もヒューマンチェーンの時刻です。ヒューマンチェーンの時刻です。よろしくお願いします。ヒューマンチェーンの時刻です。ヒューマンチェーンの時刻です。お疲れ様です。頭はどこですか？ここからです。頭はずっと向こうに行ってますから。あ、もう行っちゃってる。行っちゃってる。あ、じゃあ追いかけた方がいいです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。あ、でもね、スプレーコール上げる段階で多分出口上げてあげてください。
方がいいよ。こっちはいいけど。見てないんだけど
っとして見つけたな。ですね、今、別館の門の別館の門を正面に見て左端のところからここまでつながってます。ただし、国会通り分かりますね、国会行くあの通りのバス停があるんですが、あの辺りがちょっと手薄なんです。ですからできれば僕から見て左の方へちょこっとずつ出れていただくとありがたいなと、そう思います。よろしくお願いします。まあそうですね、15人ぐらい、ヒューマンチェーンに入られる方、本館前少し若干余裕があります。どうぞ、その部分にお入りください。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お、本館前、少し隙間ができたところもつながりました。それでは、まもなく、19時50分になります。今49分45分。本館前へつながって仙台原発再稼働反対、住み手の原発再稼働反対、福島事故被害者に国は正当に補償しろ、住み手の原発の再稼働反対、天と広場裁判に勝利するぞ、すべての原発の再稼働反対、すべての原発の再稼働を許さないぞ、すべての原発を廃炉にしろ、すべての原発を廃炉しよう、原発を死に逃げるぞ、撤退せよ、原発やめろ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 、
きましょう。わお、かっこいいぜ。 OK、 それじゃあ皆さん Nobody can
は大変、うまくいきまして、どうもありがとうございました。ご協力に感謝します。ヒューマンチェーンはちょっと小手で、今日の行動は終わりです。以上です。よろしくお願いします。突入したくなかったけど、突入しちゃったからには一緒に頑張りましょう。じゃあ、テント広場の方いらっしゃるんで、頑張れテント広場をもう一回短くやりましょう。頑張れ頑張れテント広場。悪いことなんて何もないないない。
建物の中、うるさい音も聞こえないないない。見えない、聞こえない、危なくない。見えない、聞こえない。危なくないないない。だからやりたくなっちゃう。いけないって心の片隅の声。そんなの知らない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 。優子に捧げるブルーズ。ありがとうございました。それでは次は帰ってきたウルトラマンから優子に捧げるブルーズに続いてオムチに捧げるブルーズ。結局は同じことのブルーズ。そういうことやね。お前がおせんすいのブルーズ。漏れちゃう、ダメ。漏れちゃう、ダメ。あんたの言葉とあんたの笑顔は漏れちゃダメ。この建物から漏れてはいけない。汚染水よりも壁面に汚染するから。笑ってないその目と笑ってないその口だけど笑顔と言われるその顔、漏れちゃダメ、漏れちゃダメ。汚染されるから、カラッカラッカラッカラカラに乾いた東京砂漠の砂がさらに何ベクレル何兆ベクレルかに、あんたの作り笑顔で汚染されちゃうから。小渕優子は絶対にグラビアに登場してはいけないのブルース。そして火炎瓶鉄はそろそろ喉の限界だから誰かにボーカルを変わってほしいのブルース。変わってよ誰か、変わってよ誰か、俺の代わりに歌ってよ。40歳の新大臣に捧げるブルース。ありがとうございました。月曜定例会の吉です、いつもお世話になります。毎週月曜日、給電、関電、中部電力講義やってるのですが、いつも、月曜定例会休みの日は講義休みなんですが、こんな状態で休んでられないので来週月曜日15日九州電力だけやります。夕方5時半から夜の7時までやるかな、1時間半、有楽町の駅前九州電力の講義やります。ぜひ皆さんたくさんお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうマイクはいらない、もうマイクはいらないと思っているのに、またまたマイクが来てしまうとつい喋ってしまうんだけど、また歌ってしまう。でももうやめにしませんか。帰ろうよ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 じゃなくて、解散しよう、そうしよう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 。
喉がそろそろ限界だから、腹もそろそろ限界だから、解散しよう、そうしよう、解散しよう、そうしよう。明日はまたまた金曜日、明日があるから帰ろうよ、明日もあるから帰ろうよ。解散しよう、そうしよう、解散しよう、そうしよう、解散しよう、そうしよう、明日もあるからそうしよう。明日もあります、やります。それじゃ解散しましょう。残りたい人はどうぞ。嘘、それ言うじゃあどうぞ、お返しいたします。ありがとうございました。ちょっとね、長引